脊柱管狭窄症には胸郭を緩めてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。今日はですね、胸郭っていうのを緩めていく方法をお伝えしていくんですけど、なぜ脊柱管狭窄症に胸郭を緩めないといけないのかっていうと、理由は2つあります。1つ目っていうのは、脊柱管狭窄症の方でですね、骨盤が前こっち側にこういう風に重心移動してて、上半身が後ろに軽く倒れてて、それを補うために猫背になってる人っていうのがいらっしゃいます。あなたにもこの姿勢ちょっと取っていただきたいなと思うんですけど、こうしてると腰にものすごく負担がかかってくるのが分かりますでしょうか。これなんでかっていうと、重心がですね、後ろに行ってしまってるんですよね。なのでこれでやらないといけないことっていうのは、縮まったお尻を伸ばすことですね、こっちに戻してあげることと、猫背になってる部分を元に戻すことをやってあげないといけないです。なので前回お尻のストレッチっていうのをお伝えしたんですけど、そこだけだとですね、意味がないっていうのがあるので、今日ここをやっていくっていうのが一つ目の理由ですね。胸椎って言われるですね、胸の骨っていうのは回線ですね、回線にものすごく特化してます。で、逆に腰っていうのは前屈とか後屈は得意なんですけど、ひねるのにはですね、あんまり適してない骨なんですよね。なんですけど、胸郭っていうのはものすごくですね、サボり屋さんで、腰椎、腰っていうのはものすごく友達思いです。じゃあ体の中で何が起きてるのかっていうと、胸椎がですね、あーひねるのめんどくせえなー、誰かやってくんねえかなー、おいおい胸椎くん、僕が頑張ってあげるよっていう感じで、胸椎がこの回線っていうのをサボると、腰の部分がですね、ひねる動作っていうのを頑張ってくれるんですよね。なんて友達思いなんでしょうか。で、それをですね、1回2回だったらいいかもしれないんですけど、慢性的に胸椎がサボり出すと、腰椎がずっとそれをですね、我慢して耐えて、その結果筋肉が硬くなってしまって脊柱管狭窄してしまうっていうケースがありますので、ぜひね、ここをストレッチすることを一緒にやっていただければと思います。はい、それでは胸椎を動かしていく前に、まずは肩周りをほぐしていくことからやっていきます。まずステップ1、足をこのように組んでください。左足が手前、右足が奥ですね。股関節が硬い方っていうのは無理して開かなくていいので、自分が開けるところまで開いてあげてください。で、その次ですね、両手をこのように組んでください。握手ですね。組んでいただいたら、このまま万歳をやっていきます。万歳ですね。で、万歳をやっていただいたら、組んでた指をほどいてあげて、てっぺんですね、天井に向かって伸びてください。はい、手先を天井に向けて伸ばすイメージですね。はい、この状態で深呼吸を10秒やっていきます。鼻から吸って吐いて、鼻から吸って口から吐いて、この時お腹をしっかり動かしながら呼吸をしてあげてください。で、10秒やっていただいたら、そのままですね、肩をこういう感じで下ろしていきます。肩甲骨を寄せるイメージで下ろしていってもらって、一回肩の力を抜いてあげてください。これをですね、2回やります。もう一度このように組んでいただいて、万歳で、組んでた手をほどいて天井に向かって、深呼吸を10秒ほどやっていきます。はい、そのまま手を下ろしていきます。はい、はい、それでは今肩をほぐしたので、次はですね、胸椎が動くようなトレーニングっていうのをやっていきます。はい、それでは次は胸を開く運動をやっていきます。まずは右をこのように下にしてもらって、横向きに寝てください。で、寝ていただいたら、上の足をですね、自分のおへそのところまで膝をこのように曲げてあげてください。で、曲げていただいたら、下の手、こちらの手は手のひらを下ですね、手のひらを下の状態で寝ます。で、最後に左の手は後頭部ですね、後頭部、この後頭部を軽く触ったまま、この状態で肋骨から天井を見るイメージですね。ここから
このように上を見るような感じなんですけど、この時に注意点がいくつかありまして、まずお膝なんですけど、お膝がこう浮いてくる方がいらっしゃいます。これはダメなので、必ずここはくっつけててください。でもう一個の注意点が、こういうふうに天井を向けていく時に肘が下がってくる人がいます。こんな感じで肘が下がると意味がないので、肘はしっかり上ですね、開いたまま肋骨から開くイメージです。はい、これを10回いきましょう。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、次は反対ですね。先ほどと同じように上の足を自分のおへそと同じ高さに持っていきます。でこの状態で手のひらは下ですね。で上の手を後頭部に当てていただいて、この状態から天井を見ます。この時に肘が下がってしまったりとか、膝が上がってしまわないように気をつけてください。それでは10回やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は肋骨を開く2つ目の運動をやっていきます。でやり方はですね、まず四つ這いになってください。四つ這いですね。で四つ這いになっていただいたら、まず右手ですね、右手を左の下にこのように通してあげてください。で通していただいたら、そのまま体をですね倒してもらって、手のひらは上を向いた状態ですね。ここから上の手をですね、こっち側に開いていきます。でこの時に開いていくんですけど、肋骨をしっかり開くイメージですね。骨盤がこういうふうにこう動かないように気をつけてください。はい、この状態で5回ですね、開く運動をやっていきます。それではやっていきましょう。1、2、3、4、5。はい、それでは反対ですね、まあ、先ほどと同じように股関節の真下に膝が来るような形で、左手をこのように通します。で通していただいたら、このように寝ていただいて、ここから上の手をこっち開くって感じですね。はい、僕はこっちの方がものすごく硬いですね。もっと肋骨を開かないといけないんですけど、もうここまでしか開けないので、まあ、これをですね続けていきます。1、2、3、4、5。はい、という感じで今胸郭を開く運動をやったと思うんですけど、今やった後にですね、わあなんか
疲れた、肩が逆になんか凝ったって感覚があるのは日頃動いてないところを動かしている証拠ですので、引き続きですねこの運動っていうのを毎日続けていただければと思います。はい、なので今日の内容をまとめていくと、胸郭が動かなくなってきてしまうと腰にかかる負担っていうのが大きくなってしまった結果、脊柱管狭窄症になっている人が非常に多いですので、ぜひこの運動をしてみてください。そしたらですね、今日の内容良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとコメントをください。あるいはですね、こういった内容を聞きたいなっていう方はですね、ぜひチャンネル登録してまた見ていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わります。またですね、次回の動画でお会いしましょう。